はい、陽介です。今日は10月の27日、27日、木曜日ですね。時間が今9時過ぎです。今日もキスを釣りに、糸島の浜にね、やってきました。まあ、ここはね、たまに来ると、たまに漁系が釣れてくれて、たまにいい思いをさせてくれる浜なので、今日もねここでやってみたいと思います。ちょっと数日風がね強かったんですけど、今日はねものすごく穏やかです。釣れるといいんですが、今日も漁系狙ってねやっていきたいと思いますので、どうか最後までご視聴の方よろしくお願いします。はい、じゃあ支度できたので早速ねやっていきたいと思います。釣れるといいけどな。4色半から引いていってみたいと思います。うわ、うっそ、1投目から少し場所を変えました。5色ちょっとかな。お、当たった、めっちゃ当たった。当たってる。おお、いいなあ、楽しいなあ。今日はね曇りなんですけど、風もね穏やかで波も穏やかで、ものすごく気持ちがいいですね。最初なんで上げてみようと思います。重たいな。フグもついてるかな。いや、全部キスじゃね。うわ、両系やば。どうきた。4連めっちゃすげえ。1投目2投目できました。ずらずらずら。4本針でパーフェクトでした。お。ってる。サイズはね、ちっちゃくなりました。3輪キスがね溜まってるみたいなんで、普段あんまりやらないんですけど、8本針でねちょっとやってみたいと思います。距離は足りてると思うんですけど、大体ね5色ぐらいですね。当たりました。助けます。そうでしたね。今日のタックルの紹介です。ドットが島野さんのエクセルスピンタイプ R、405の CX プラスで、リールが、ダイオさんの19トーナメントサーフ、05P ですね。で道糸の P ラインは、0.6 です。で、力糸は自作力糸、砂釣りが当たってる。お、いい当たり、いい当たり入ってます。砂釣りがホンテロンの4号かな。で元巣が 1.5 号、ハリスが 1.2のフロロで、今日の針はトーコン T1 の、8号ですね。大きい針を使ってます。で針数は、最初は4本、今ね8本にしてます。おお、当たってる、当たってる、当たってますね。めっちゃいい当たりしてる。今日の潮がね、中潮かな、中潮で満潮が10時50分。今がね、10時前ですね。9時50分なので、あと1時間で最満潮ですね。ちょっとね、いい当たり入ってるんで、上げてみます。ちょっとね、一番下のチャリコが多分ね、ガツガツやってる。もうね、10月も終盤ですね。もう今日が27日。どうだろう、今月、キス釣りのね、動画撮影に行くのは多分ないんじゃないかな。今日が最後。あー、当たった。ちょっと上げてみましょう。だんだんちっちゃくなってきました。普段やらない8本針ですけど、今んとこトラブルなくね釣りができてます。多分たくさんねキスがついてないからだと思うんですけどね。すぐでかっ、フグがでかいな。養鶏久々にね、型がいいのが来ました。20センチぐらいかな。うよ乗りました。よいしょ。よいしょ。当たってる。よし、上げてみよう。まあまあですね、大好きっす。満潮のタイミングぐらいからね、当たりがなくなっちゃいましたね。もう今日はね、やめて帰ろうと思います。今日の釣果です。よいしょ。最後もね釣れてくれたので、今日も楽しめました。まあ穏やかな日で、のんびりね釣りができたので楽しかったです。では今日も最後までねご視聴の方ありがとうございました。もしよければまた高評価ボタンとかチャンネル登録、あとコメントも、どんどんお寄せください。どうもありがとうございました。